妖怪人間ベムベラベロー日本語トラの巻はい始まりました日本語トラの巻マキコですこのポッドキャストは日本語教師のマキコとトラとでお送りしていますがいつものトラですが入らないのでお気づきかと思いますが今日はトラじゃなくてゲストをお,お迎えしています感じたはいゲストの サットンです。どうもどうも。サットン何回か名前だけ出てるんだよポッドキャストに。マジでマジであのサットンのだってサットのな,なんでそんなん <laughs> あだ名前なのっていうのがそれあれでしょジョジョから来てるでしょサットン<え>サットンの兄ちゃんがさトントンペティっているんでしょジョジョにあいるいるいるトンペティでサットンのことをなんか。 サトンペティーって言いだして、はあ、はいはいでそっからさっとんになったっていうのを自分で言ってたよ高校の時よく覚えてるでしょいや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 嘘嘘嘘だいやそうそ <laughs> だってだって,だって高校でしょさっとんはもっと前からさっとんだのそれ高校じゃなくてだからお兄ちゃんがさっとんってそうやってつけたんじゃないのそのいつあれなのか分かんないけど <laughs> あっそうお兄ちゃんにきょ<う>い聞いてみて 本当だね。<な>っていうか、お兄ちゃん、絶対覚えてないと思うけどね、そんなこと。なんでサットンかって言われたら、ちょっと、え、わかんないわ。いつからサットンサットンっていうのがもともとあって、で、ジョジョがあって、ジョジョのトンペティで、なぜかそのうちの兄が、その名前をドッキングして、サットンペティ。そうかもしれないね。かもしれないね。あ、ちょっとじゃあ、次回の課題で聞てて。聞いてみて。そうそう。なんでサットンになったのか。 でも、サットンという名前とトンペティは、まあ、関連があるっていうのは話したよ。うん、なんか、ジョジョの人な、人なんだよねっていう。で、サットンがねっていうときは、あのトンペティのサットンがねって言ってよく言ってて。<laughs> そうそう。あと、ペイトリオンっていう、なんか、こう、動画で、うちらが喋ってるやつがあるんだけど、それの最後に、その1ヶ月のうちらの、なんか、写真みたいなの載せてんだけど、この前、あのあサットンと会ったとき、サットンの写真載せちゃった。 これがサッとみたいな。勝手にごめん、無断で。無断じゃない、ちょっと訴えようかしら。<laughs> あのな、ケーキ食ってるやつ。あケーキ全然分かんない。そのあったっけでも,もしこれビデオで見てる人、あれかもしれない。あの、すごく日本人に見えないけど、この人がサットンです。日本<あ>純日本人、ピュア日本人です。ええ、うちの母に間違いがなければ。<laughs> <laughs> それよく言ってたね、言ってたね、昔から。だ,うん、だって本当だってわかんないぜ。 まあねまあね。そんなこと言うなってね。<laughs> 間違いどんな間違いわかんないけどね。大 <laughs> 体だ,だからもう一人は中,中蔵っていう友達いるじゃん。うん、だから中蔵も本当日本人離れしてる顔してるじゃん。だから、うん、その二人といる時私は一人日本人こ何ツアーコンダクターみたいなふうにいつもなってたのよ。<laughs> <laughs> そうそう旗持ってね。 頭ってねい,<や>たいいですか,かみたいな。そうそうそう、信じられないぐらい日本人じゃない顔してんだよね、サトンは。でもサトン、国籍っサトンファミリーみんなめちゃめちゃ日本人の顔なんだよね。そうねでも、やっぱあえて言えばおち、お姉ちゃんと私似てるけどね、姉と私。多分お姉ちゃんもでも日本。なんかさ、だからみんなの誰かのパーツパーツを取ったら、サトンのその何人かよくわかんない顔になったんじゃない。うん、そうそうそう。 そなんんななか<何>宇宙人なんかもう超宇宙人扱いしないで。一応人間だかそうそうで、そうでベベそうでいなん、妖怪人間、ベムベラベロね。あのうちらが見てた小学校ぐらいだよね。その何年前だろうね。すごい前に。ううん、見てた、そのすっごい古いアニメね、日本の。だってあの頃の日本のアニメ、うん、だってさ、ベムベラベロ、さ、サトンが LINE でスタンプ送ってくるけどさ。うん すごいまだ絵がさなんていうの今みたいな今のアニメのクオリティじゃないもんねちょっと粗いじゃん、うん、粗いあの粗さ具合でも、うん、ぜひ、えー、妖怪人間調べて調べて、うん、もしその動画を見つけられたらぜひ見てほしいあんな恐ろしい漫画を学校帰ってきてから夜時、ね、夕方やってた夕方なの夕方の夜時とか薄暗くなってくるこの黄昏時みたいな時に。 こたつに入っても怖いからこうやってこうやって見たのさ <laughs> もうああ怖いって言いながら見てたえっあれさあれの思い出夏休みなんだよ妖怪にあ分かった私が見たの再放送かもしれない分かんないけど、ねえー、そうかもそうかも,うかも夏,休夏休みの感じもするし朝10時ぐらいにか朝9時ぐらい例えば親がさもうさなんか 働いてるか家,家にいるお母さんたちを楽させようっていうためになんかそれぐらい夏休みのそれぐらいってアニメやってなかっためちゃくちゃそうでそれで見てたんだよ毎日でなんか怖いからやっぱりで <laughs> うなされて夜中にで怖くなっちゃって起きてお母さんのこと泣きながら「お母んっっっか母さんがどうしたの?」って言うから。 なんか昼間見た妖怪人間が怖かったとか <laughs> <laughs> っていうぐらいホラーだったよねあのななんか今考えるとどホラーだったか思い出せないんだけどえマジでもうなんかもう,もうドロドロしいもう何もお音楽ももうドロドロしいし、うん、ドロドロしいねみたいなのも出てくるしなんかその攻撃的にね、うんうん、だって妖怪人間だぜ でもあの妖怪たちはにいい妖怪じゃ人間になりたいでしょそうなの。人間になりたいって人間でもそう,そう。最初のね、最初のね、あのね、<laughs> オープニングがいいんだよ、めちゃめちゃ。<laughs> ちゃ人間になりたい,い。そう、人間でもない、でもに、うん、妖怪でもない、中のその中途半端感、うん、中の間で、こう、ちょっとなんかストラブルしてるっていうのかな、みたいな。そう,そう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 。 心はいいで人間を守ってるだけど人間がその姿をかわをかが変わった妖怪人間になっちゃうとみんながギャーって逃げるうあそう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 ,そうあっそっかっ普段は人間の格好をできるんだったっけあそっかそっかであれ人間であの怖さだってもう,そう人間であの怖さな様子なんだけどもうん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  あそうそうそう。妖怪になるとあの ET みたいな格好になっちゃうんだよね。そう,そうそうそう。<あ>指は三本だけどね。知ってる。怪しいもんじゃないよって。おいら怪しいもんじゃないよって。指三本しかねえのに、ね、怪しい。おいら怪しいもんじゃないよって言うやつ大体怪しいだろ。<laughs> そ,うだよね、そして見せてるのが指三本。<laughs> これ怪しいね。はい。それでそんなサトンちゃん、うんベムベラベロ。そうそう。でその妖怪人間のベ,ベラベラっていう。 お,お母さんなの女の人だよね。女の人、<れ>お母さんっぽい。そうそう、サットンがめちゃくちゃ似てるっていうね。<laughs> めちゃくちゃかどうかは知らんけど。あの、ああいうメイクしたらサットンそっくりって。でも、なんかね、日本でアンミカ知ってるアンミカ。アンミカ知ってるアンミカさん。アンミカ、あのね、この間テレビ出てたけど、もう、<あ>よ妖怪人間、ベラじゃんって言われてたよ。<laughs> <laughs> ぽいね、ぽいね。うん、めちゃぽかったの。なんか、ババ抜きしてんだけど、みんなで。ああで、アンミカ、ババもらうと。 や <laughs> ってすごいわで、急にね、なんか目薬とかさすの、声こで <laughs> そうやって。もうね、そのしぐさがね、完全にあのベラだった。ベラだった。そううん、でも、あれで私、ベラね、うん、ベラになったの。ベラになった。った大学のに。何ですかその当時、その当時、<れ>まだハロウィンなんて。えハロウィンなんて、ちまたじゃやってない頃自分たちハロウィンパーティーするっって。 みんないろんなキャラになるときにベラをやりました、うん、私はい青くしましたこれだけじゃんマントうん、それ写真アン多分どどっかにあるあれもなれるんじゃないあのね、友達がやってたけど全然サットンと似ても似つかない子がメイクとなんか衣装だけでなってたけどあのさ、うん、マレフィセントあのリンゴ持ってさはいはいはい、はい、マレフィセント、うん、あつサットンあのちょ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 でできると思うあははは本当、うん そそううね、そうねそうあの人がやってる役大体できるんじゃないサトンそうかな。そうかなそうかなアルケイトの顔だよね <laughs> ど同じラインにいる顔だよねね。わ <laughs> かんない。うん、嬉しいの嬉しくないのかあんまちょっとなんか。<laughs> 複雑な気持ちだけどね。ちょっと、ね。かわ <laughs> いいさ。今日はですね、あのですねこの前サトンちゃんが帰ってきたときに、うん、とてもね、あの思ったこと、あの日本語が古すぎる <laughs> <laughs> ちっないでそれを高校の時のね男友達があの、うん、何「誕生日おめでとう」って LINE が来た時にこの間そういえば殺到とにあったんだけど、うん、もうね「うん、死後を超えてる死後を使ってたよあの人は」って。死後ってもう使わない言葉なんだけどそう。で、うん、死後を超えた死後ってなんだよって来たから例えばトレンディードラマとかとかやって。 あとダブル朝のとか言ってた。そうそう。それさ、中蔵にも言ったんだけど、うわ、ダブル朝のというか、トレンディードラマってもう、もうないね、ないねって。で、トラに、トレンディードラマって何って言われて、説明がつかないな。なんだろうね、あれ。何ト,ラトレンディードラマの定義は、まあ。そのままトレンディなドラマじゃん。<laughs> だからもうねトレンディートレンディーを使わないのよ、うん、トレンディ,ーンディーって聞いたらもう今の若い子たちトレンディーエンジェルなの知ってるトレンディーエンジェル斎藤さんだぜねん <laughs> トレンディーエンジェルえ知りません何んでジで芸人もアップロードしな、うん、アップデートしないといけない芸人わかんない芸人もわかんないしあの何芸能人もわかんないし全員同じ顔に見えるしみんなかわいいんだけどああそれはあるもうねわかんない何坂かわかんない ただかさッとも<う> AKB がギリギリじゃない ?AKB の中身は知らないよ。でも AKB っていうのが女の子の集団で秋葉原でキャーってする人。合ってるでしょでもその,ィィの合ってる合ってる,合ってるけど多分サっとーんが言ってる AKB の人たちもみんな結婚して子供いるから。あそう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 だっけね。でなんかでもまだ AKB って存在するからなんか。ニャンコクラブでしょ おに,ゃんこおにゃんこクラブお <laughs> おににゃゃんんここククララブブを作った秋元さんが作ったその AKB とかねそ<う>でそれでもっとそう AKBSKE とかいろいろあったのが、うん、またさらになんかひ日向坂欅坂とかなんかその坂道グループっていうんだけどあ嘘つけ嘘つけ <laughs> 今はし ちょっと分かんないけど、分かったふりをしてる人はああだよ <laughs> いや。そんなことないよ。ちょっと汗を拭きながらた。そういう流れになったんっていうのは、まあ、すごい今初めて知ったけど、言ったら、でもあのね、虎ノ門ニュースっていうのがあるんだよね。オンライン、うんあ。じゃあ,あ DHC DH ってさなんだっけあの、サプリメントの。はいはいはい。いろいろあるよね。うんうんうん えなんていうのスポンサーつんかな,、まあ、な DHC のなんかわかんないけど、書いてるトラノモニュースって知らないもルチし。知<え>らないオンライン、ね、なんかオンライン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 ,オンラインかなあ、そうでもトラノモニュース見てる人海外とかでめっちゃ多いよ。私は結構ます。あんまりポリティカルなこと言うとね、また意見がとかあ、あれだけどもあの。そこで私はいろいろインフォームあれですよ。一応アップデートそれなりしてると思ったけど、内容がな 内容はな経済、政治、なんか世界情勢、そっち逆に知らんわ。まあ、えー、でもそこに、そ,そこに、その流れの中で、かわいい女子がいっぱい出てる、なんとか坂っていうのがあったから、私は多分、<あ>その地名とかって思ってたけどね。地名を使ってる、ただのグループ、別にその子たちが、うん、その坂に住んでるわけでも全然ないんだけど。 でもな何坂かも全然わかんないし歌も全部同じに聞こえるし顔も全部同じに見えるし LINE ニュースとかで誰々がなんか卒業って出ても誰ってなっちゃう。うん、何坂の誰が卒業のは誰ですかってなっちゃう。そうね、あと男の子もなんか日本人なのか韓国人なのかわかんない。なんか JO1 っていうの、うん、多分古いけどそれも。 とかいろんなグループがあるんだけど、全部なんか韓国寄りのメイクとかしてたり、歌もなんか韓国系、K-POP 系みたいにしてるから、うん、全部なんか東方神起が日本に来てるみたいな感じに見えちゃうのね。東方神起東方神起って知ってるえ、なんそこから知らないなんかそれは K-POP の,のグループじゃない東方神起、ね。BTS しかわかんない。 古いね。古いっていうか、い本当に古いのいじゃ古やくない、古くないというか、めっちゃ基本のことしか知らないんだっ、ね、て。<laughs> K-POP は BTS は、だって世界中が知ってるじゃん。もっともっと前に、なんか日本に来てた、なんか、うん東方神起と、あと誰が有名だった韓国大好きな子にす,すげえ叱られそうだけど、あとね、忘れビッグバンビッグバンビッグバンか。全然わかんない。<laughs> 全然わかんない。じゃあ、なんとかしてよ、だからまるちゃん。じゃあ、これをアップデートしてよ。 そうね、音,楽音楽はちょっとわかんないけどとにかく言葉がねな,なんでかっていうとそのトレンディドラマももうちょっとひどいなと思ったんだけどあのね話してるときにトラがすごいチキってんだよねチキってんだよねって言ったときにそっとサッとんが「チキるって何?」って <laughs> <laughs> そととね、ねそ、うん、それまで知ったふりして「うん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 」って聞いてて途中で「チキるって何?」<laughs>。<laughs> いや一応、やっぱりさ、なんか確認しておかないとかね。ねしっかり。なんとなく意味は分からなくは全然ないんだけど、この会話の中で。正直、正直でやっぱり。正直で。ねはいはい、で、チキルっては、チキルはもともと英語のチキンから来てるから、そっちサイドですよチキンから来て、それがこう動詞になって、チキルで、あいつチキってんだよねとか、チキルっていう。はい。使,使ってください。なんか、子供たちに、はい、お前チキってんじゃないよって言ってください。ああ、そうね。 そうねでもそういう日本語っていっぱいあったよね。あるある、いっぱいある。ね、こちらがこの前また古いって絶対言われるけど、うん、今思い出せてたらなんか出てこないけど、なんだろう。ね。あね <laughs> 出てこなかったね。で、さっきもは多分 <laughs> 2022年の流行語大賞とか、JK、うん、JK わかる、JK 女子高生ね、JK。何それ、女子高生でいいじゃんだった <laughs> んでもかんでも,もうそそかしらもストリいいと思ってもそこからアップデートだからな JK はまずね女子高生と言いますの、ね、めちゃめちゃ日本語だけど女子高生 JK です <laughs> <laughs> JK って言うんだよでも別に何男子高生は DK とか言わないんだけど女,女子高生だけ JK って言うんですよ、えーね、ちょっと古いやつを見ました総まとめ 女子高生に聞いた今年の JK 流行語大賞、はい、2020年度版なんか古いよ2022年前絶対知らないよあーんちょっと待ってね、うん、はい人部門2020 20知ってる120はやったなはっはっじゃんないよ <laughs> なんで20なんか NIGIU 女性アイドルグループこれはこれは 韓国人の韓国人でいうスンクとかほらあの人だよ秋元さんみたいなプロデューサーがいて JKJK <あ> JK だったの何だったかな何て人だったかな忘れちゃったあ j JY パーク JY パーク JY パークっていう、うん、の韓国人のプロデューサーが作った日本人だけで作るそのアイドルユニットでめちゃくちゃ韓国人に見えるのねそれも韓国人が作ってるから。 ううううんうんうん、うん。人種がめちゃくちゃはやった年だね二千二十年うんでそのグループ名が20っていうのそう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 なんだけどなんか本当は2次プロジェクトっていうなんかのでオーディションをやって2次でやってたんだけど2次、う、に、ん、2次にプラス U ってなんかあなたたちファンの人たちも加えて2次プラス U で 20の20じゃないのよ。<laughs> <ジ>2の人たちと、えっと、ファンのみんなで作り上げるってで二十20っていうアイドルグループがめっちゃ流行りました、昔。2年前。昔ってことは、ね、流行ったってことはもう今ないの。もう消えちゃってんの。い,いるはいるよ。なんか「紅白」出てなかったかな。でもそんな今めっちゃバズってるかっつったらそうでもない。 うんなるほどね、バズってるは分かる。バズってるは分かるでしょ。バズるは多分英語からも来てる。英語から取ってんじゃないそうだね。そうだね日本人は英語。もともと英語だだよ、大体。そうそうそう。でもそれはなんかいろいろ気づく。なんか日本の、なんだろう、なんかまあオンラインでも何でもいいけど、なんか見てたり、YouTube とかも聞いてても、バズ,バズってるとか,なか、うん、なんか英語を日本語にしたような言葉を使ってるのはうん、うん。そう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 です。そうです まさに。それは分かるあななな。英語の単語、日本語っぽく。そうね、ん、そうね、そうやって使ってるっていうのはわかるし、ある意味、なんか日本、なんだろうね、世界的にこう、なんかみんな一緒になってきてんのかなって、使う言葉も。うん。英語を日本語の会話の中に取り入れてる人たちがめちゃくちゃいっぱいいるからさ、なんか、それでだん、うん、それが日本語化していく、すぐ、なんか動詞にしちゃう、なんとかルーにして。 っていううのは、うん、結構あると思うでもさなんかねあと人部門結構飛ばすけど例えば最近最近じゃないけどまあトラにもさ,さっき聞いてえっと例えば「尊い」尊いとかよく使うのね。うんこれは面白いなと思ったんだけど前昔さそのさそのヒップホップの人たちが使うなんかリスペクトとかよく言ってたじゃん。 リスペクトが英語から来て日本人も使うようになってうん、うん、ラッパーたちがなんかめっちゃリスペクトだぜみたいな風に言うようになってから日本人も,もう超リスペクトって普通に使うようになって、うん、それが今度なんか逆に日本語に戻ったっぽくてと尊いって使うんだってすごい最近あそ,うそれはなんかリスペクトっていうよりそれはなんかね日本語にすると尊いじゃんリスペクトと尊いって一緒じゃん なんかその今の若い子たちが使ってる尊いっていうのはとわ、分かる、ニュアンスとして分かるんだけど、なんて言ったらいいってトラに聞いたら、それは、うん、って、例えば母さんの好きなキングヌーのツネタとかが、なんかテレビに出てたり、あとライブとかで見たら、なんか、あめちゃくちゃかっこいいとかいう感じの尊いって言うんだって。あー、なるほど。でも、でもそうなると、尊いとは意味が違う、憧れみたいなのが。こんな感じ、そうそう,そう,そう、それ、それ、そう。 そう本当のなんかそんいとは違う,そ,うそんな感じそんな感じ,そ,んな感じそうそうそう憧れが強い感じだねそそうそう例えば、はい、なんか何かっこいいささとにこれ言っても分かんないからな,なんかスノーマンとかジャニーズの誰かと例えばキムタクとかそのキムタクもだいぶもう古いけど、うん、でもなん,かなんかかっこいいアイドル二人が出てる、うん、なんかインスタグラムの写真とかを見てコメントじが尊い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 ってめっちゃ出たりするんだって。 ああそ,うかそんなん来たら私全然意味がわかんない。何が尊いそれってそこで使う言葉みたいなふうにはなるよね。まあ多分,分、わかるけどさ。もし、だからこの画像を何高校時代からうちらのファンだった人が見たら、うん、めっちゃ尊いっていう。めっちゃ尊い。めっちゃ尊いよ、うちら。<laughs> 急に使い出してる、それ。急に使い出してる。尊い。使って、使って、それが尊いです。<laughs> それは、それは結構今でも全然使う。 めちゃあと何があったかなあ最近ちょっと前から流行ってたけど最近やっとなんとなく分かったのがエモい,エモいそれはエモいは使うよエモいはこっちだったらの方が使うじゃんエモい私エモいはすごい分かってたかもすごいね本当エモーションあ,あれでしょそれ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 なんか懐かしいとかわなんかいい、ね、か感動するとかうわエモっていうでもエモいを日常生活で使ったことはちょっとないなんか そんな場面もあんまないし、若い子が使ってるからずってなっちゃう。あ、そう。え、え、エモい。え、だったらね、エモいはね、もっとなんか、なんだったらネガティブなイメージ。本当どういう、どういう。だから、ほら、うち、ほら、男の子3人じゃん。うん。子供が、うん。イモとかって言う。エモじゃなくて、エモーショナルだから、イモだ、言う。ああ。だっ格好とか、もしかしたらニュアンスが、意味が違うのかもしれないけど、 イモっていうそのグループっていうかそのカテゴリー、うん、見た目の男の子が、うん、てか女の子でもだけど学校の中でただポピュラーグループとかスポーツのグループとかだったらイモのグループがあって、うん、じゃあそのイモーショナルななんだろうな一軍ってことが日本で言う一,そう一軍,あの軍なんだけどそのカテゴリーっていうか,そのなんかイ,モイモっぽいとかエモエモエモ,エモいとか ダサいってわけじゃないね。日本語だと妹っぽいってもダサいけど、妹いけていけてるって感じ？<っ>古い言葉でいうといけてる感じ？いけてるんじゃなくて、私わかんない。でもその子子どたちは多分自分は妹妹のグループと思われたくない。でもそのう長男が変り、長男が次男が次男のことをもうウィル君はなんか妹妹っぽいみたいなこと言ってて、私はそれのニュアンスからネガティブっぽいなと思って、うん。うざいってうざい？

音楽とかも参加だしてイモーはどういうつづりのイいエモーショナル、イエモーショナル。いいね、イーエモーショナル、いーエイモな人。ああ、うん、へえ<ー>。それと日本のだからエモイを。なんかんね。<も>そこから来てるかもね。そうそうそう。もしかしたら間違って私が勝手に解釈してたのかもしれないけど、エモイはエモーショナルだよね。でも感情的とかだよね。うんうん、そうそうそういうこと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 でも日本はもっとなんかいい言葉で言う。 感動的なあと、はいうん、懐かしいとかええ面白いね,ねええー、いもとあと,とだいぶ時間がかかってるのえっとねもう一つワンチャンは分かるワンチャンワンチャンよく <laughs> なんだっけワンチャンって何なんかか、ね、だからワンチャンスで、ねうん、なんかあるかもよってワンチャンあるかもよっていうのはなんかよく使うってトラもよく使ってるけどいやワンチャンいけるかもっていうな,なんて言うんだろうね普通で言ったら。 もしかしたらいけるかも的なのが、うんうん、あワンチャンあるかもとかワンチャンいけるかも俺今回ワンチャンいけるわっていうのをよく聞くワンチャンワンチャンワンチャン、うん、それはんとなくわか,かるかな聞いたでもそれ言ったらさなんだっけ2チャンネルとかさインターネットの中の,の4チャンとか4チャンとか違います違うそれワン,ワンチャンスのことですワンチャンスチャンスですチャンスね あ,あ勉強になったらサトンちゃん勉強になったかな <laughs> もし聞いたらねでも聞くかな聞くか、うん、ない、ね、もう次何年後かにまた日本に帰ってきた時あのサトンがワンチャンさって言った時にサトンダサいからって言うかもしれない <laughs> そうねそうね言われるね<ん>いいのでも私個人的に別にダサかろうがなんだろうが全然ねえ気にしないから、ね、いいむしろそれが面白いサトンはホン全然気にしてない わかりました。では、ちょっと終わりたいと思います。はーい。長くなったから、さっとのお知らせはまた次回。<laughs> えっと、はい。このスキもいつも通りウェブサイトから見ることができます。それから私たちが、おい、お茶飲むな。<laughs> 私たちが、私たちがトーラと私が見られる動画で見られるのは、顔を出しているのは、p a ト t o r o n のみです。なので、 ぜひパトロンの方にもなってください。よろしくお願いします。えー、あと、えっと、番組のレビュー、それから、えっと、メッセージなんかもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。ではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。